ッドです、ハロー YouTube、 ハロー NTV ということで、今回はですね、NG ヘッドがコンバット4を振り返ってみたいと思います。まあ多分ね、この時の人チェホン君はね、めちゃくちゃまあ忙しかったと思うんですよね。まあ7月の前半つったら、まだ夏休みもまあ入ってないから、ライブとかのなんていうかな、大きいライブはね、まあ何にしても、でも常にもうめちゃくちゃ忙しそうにしてたから、会うたびに。でやっぱクラッシュ決まってからはやっぱ会えへんし、別に何やろ、こっちから会えて別に連絡もせえへんし、まあ言うたらその、まあ、クラッシュ決まったら、あ、なんていうか、こう何してるか分からんようになるというか、こうね、だからまあ忙しいんだろうなって思いながら出したわけですよ、こっちからね。なら、まあ、すぐ帰ってきたから、あやっぱさすがやなと。曲のね、内容に関しては、曲書く人目線で見たら時間がなかったっていうのは否めへんやろなっていうのはちょっと感じたけどね、そこは。2回目返すときにちょっと思ったよね、これ返していけるかなみたいな。その1曲目を聴いた時に、あーこれ時間ない中頑張ってくれたんやろなっていうのがこうちょっとまあ感じたわけですよね。だからここで2発目をこう返し、さらに打って、まあ大丈夫かなっていうか、意地でも返してくるだろうと思ったけど、それはもちろん一発目もね、打った時にもう意地でも自分の睡眠時間を削ってでも絶対返してくるだろうと思ったけど、まあ2発目打つ時もまあそれを考えたわけですよ。こうクソ負けず嫌いっていうのがすごい分かったし、なんていうかまあ、そういうのを、ま、ちゃんと楽しんでやってくれてっかなっていうのも思ったし、なんか直接喋ってるわけじゃないけど、こう何かこうキャッチボール的なものがあるわけですよ、あのクソディスり合いの中にそこにもなんかね、なんやろ、頑張ってくれたんやなっていう、そのもうすごいこう感じるものは、まあチェーンもね言ってたよね、そのお前いつも一緒やないかっていうのは、まあそれは絶対言われると思ってたし、そのまあそう言ってきたからってこう返すっていうのはなかったけど、まああの時はたまたまなんかそういう、なんかだからなんやねんっていう返しをしたと思うんだけど、そのまあまあそういうしかないというか、こうそういうスタイルでまあずっと行こうと思ってたから、だからそのまあ最初から本番の当日の本番のその時っていうよりか、もっと前から何か俺の中ではまあ始まってて、戦略っていうかなのは分からんけど、上から行くみたいなね、それは決まっててな、そういう風なスタイルで行くというのは、そういうファイトスタイルっていうかね、それは最初から決まって、やる前から決まってて、まあとりあえずもうガチやったな、なんせ、緊張すんなっていうのは無理やんな、クラッシュで緊張しないは多分、まあ、不可能やと思うからやと思ってたし、まあせやな、なんかいつもより早く
こう用意してなんかその、まあ、モードに入るっていうか、もう前の3組のなんてもう楽屋にモニターがあってちょっとこう画面見れてんねんけど、まあなんか見えてるだけというか目に映ってるだけっていうか、で音声も聞こえてんねんけどなんかあの耳に入れんし、まあ自分的なとこ言うと、とりあえずあの一発目ちょっとゆっくりのバーツバー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 みたいなやったんですよね。あれバーリントンのやつやったかな、乗せましたが、で、まあ、あれやってでこうやっぱね一発目は上ずったらあかんと思ってこう上ずったらあかん上ずったらあかん思ったらこうなんか低く潜ったみたいに入ってもうて、あの一発目NG ヘッド越えどうしたんかと思ったみたいなこととかつぶやかれとったからバレてるわ思いながら、あれはね、まあただのミスです。ただミスっただけみたいな、ピッチ感ちょっとミスりました。クラッシュやってる時に何が怖いってやっぱ相手がバーンってボスってるとこを見せられるのがやっぱ一番嫌なんよね。嫌っていうかまあ食らわされるよね。NG ヘッドはもうこちゃ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 動き回るタイプだからとか言いながら何回も座っとったけどな。もうあれ何回目かからはしんどかったよなほんまに。っていう噂がありますが、そうなんかなんかじゃけど直前まで入院してた説みたいな。いやしてないしてない。まあね、終わってからチェホンとも散々話したんですよね。終わったその日に、うん、なんつうかな、俺そのなんやろ、わだかまりとかその変なものは残れへんのがコンバってやねんけど、そのもう一瞬でもなんかもやもやしたくなかったからないから、まあ、ジャンボってやった時もそうやけど、チェとこないでやった時ももう俺終わって楽屋帰ってきてとりあえずなんかもうなんかガチャガチャいろんなものつけてたからあれを全部外してもうすぐチェの楽屋に行ったよね、お疲れを言いに、うん、だからなんつうかな、まあやってくれたことに感謝とリスペクト、あまりにもチェホンの俺に対するそのなんかそういう敬意みたいなのがちょっと重すぎてなかなかこう思うようにできなかったんじゃないかとかね、まあそういうのも本当の底の底までは聞いてないけど、あの日も終わってからまあいろいろ話して、ああそうやったんやとかそんなこと思ってたんやとかね、ありました。なんかねやり終わった時とかやる前とかはもうなんかもうこんな緊張すんのとかなんていうかなピリピリすんのとかなんかもう嫌やなとか思ってたけど、なんかやっぱ終わってみるとああおもろかったなって、これから、今回はコンバート4でしたが、5、6とずっと続いていくコンバートだと思いますので、これからよろしくお願いしますということで、まあ今回の、NG ヘッドコンバート4を振り返るでした。ではまた次回、全世界の皆さんのフリスピー。